オリオールズの藤浪晋太郎投手が2日、ブルージェイズ戦に救援登板し、2者連続の押し出し四球などで3点を勝ち越された。突然の乱調にも監督の信頼は変わらない。彼のことが本当に必要だ。ここ数登板は本当に素晴らしかった。願わくばその時の投球を取り戻してくれればと思っている。一回の失敗くらい気にせえへんわくらいの性格やったらええんやが、過去の藤歴史的に引きずりそうよな。悪いところが全部出てもうたな。判定は微妙なものもあったが、そもそもストライクがほとんど入っとらんかったし。デッドボールの球もインハイで打者が振りに行って当たっとるし、そこまで悪くないと思ったけどな。どんな A 投手もたまには乱調することもある。次の登板は神救援をワイラにもアンチにも見せたってくれ。気になるのは力んだというコメン、そこを改善しなかったらまた元に戻る。ノーコンピーは貝の頭から投入しなあかん、そんなん素人でもわかる。これが本来の姿やろ。これぞ藤浪のピッチングやんか。この繰り返しを阪神の頃から何回見てきたんやろか。応援はしとるが毎回期待して戻っての繰り返し。頑張れよ藤浪。藤の荒れ玉は有名だろ。みんな知ってるよ。これくらいで評価が下がるならなんで取ったんだとなる。乱調含めての藤じゃないか。打たれたならまだしも四死球で失点はな。どっちも藤なんやが次は A 藤を期待しとる。まぐれとは言わんが全く計算できん投手なのも事実。ただメジャーのマウンドに立って注目を浴びとるだけで人生大成功よ。移籍してから四死球で荒れたの初じゃね。それまでは出しても抑えてたし、まあ最終 A 結果残せたらええよ。タフな場面でも抑えれるかテストしとるように見えた。地もチャンスが与えられると思うからその時また頑張ってくれ。藤やぞ。ずっと言い訳ないやないか。また仕切り直して頑張ってくれや。オリオールズの公式ツイッターはエラーしたマテオへの風当たりが強いな。 DFA 連呼されとったわ。藤浪は頭脳派かわ。じゃあデッドボールアーティストの肩書きを打者陣に思い出させて踏み込めなくさせた。次は全球ど真ん中5球で OK。 さ、わざとやったんか。